はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はファイナルファンタジー7リメイク28回目お送りしたいと思います。前回までの話はね、幽霊列車を越え出たところでですね、シンナのねタクさんたちが今からプレートを破壊しに行くという指令を受けたということになっております。なのでね、急いで止めに行かないといけないみたいです。神羅の造園か、神羅の造園か。前回ね、ムービーでね、レノさんとルドさんがヘリに乗ってたんでね、多分あれでしょうね、向かってんのがね。お、なんかある。列車を動かしながら道を作っていく感じですかね。じゃあ行きますか。もしかしてパズル的要素があるとか、そんなことは分かんない。そうっすよね、パズル的だといいですね。たまには僕が役に立つんで。喋ってるだけですからね。ところでね、前回のあの幽霊列車、僕ね、まあ、クリアしたから見破る。ネットでね、ちょっとどんな内容だったのかなと理解できなかったんでね、調べたんですよ。結果発表、あのね、みんな分かってないみたい。いらないっしょ、あのシーンみたいなことはみんな書かれてましたね。僕も正直そう思っちゃったんでね、あれですけど、なんかよくわかんないシーンでした。はい、前回はね。でもね、オリジナルの FF7 ね、あの昔のやつね、あれにはこのね、幽霊列車のシーンがあるんですよ。あるというかね、ストーリーに盛り込まれてるんでね。なので、そのままリメイクした感じですよね。だから前回の時も、どうだったんでしょうね。僕全然覚えてないんで、やったはずなのに。シャワー浴び、行きますか。仕事辞めて。あ、違った。プレート、あれすんだね。守りにね。早く行かないと。これも動かすと。とりあえず、電車見つけたら動かしてみましょう。これはどっちに、邪魔なものがなくなると。違うな。ありがとう。どういたしまして。行くぞか。どういたしましてなんて言わないですね、クラウドはね。で、どこ行くの。どこの道が開けたのかな、わからないと。どっち行くんだろう。右、こっち来た方だよね、多分ね。迷ったら高いとこから見る。あ、なるほど、列車の上を歩けると、そういうギミックね。違うか。適当に言ってるしまった。でも進んだね。まあ、とりあえずヤス売りは買っときますと。買いためね。どこが動いたんですかね。また分かんないことばっか。話が進むにつれてだんだん分からなくなるってね。まあいいか、気にしちゃいけないですね、そういうことね。近いよ、急ごう。ああ、
黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。なんだ、話つながってたじゃん。で、エリゴルさん、エリゴルさんってあのエリゴルかな。あのエリゴルさんだとね、本当の名前はアビウォールって呼ばれるのかな。ソロモン72柱、ソロモン王のね、そうです、ソロモンの王様ソロモン王がまあ悪魔使いだったんですけど、その時にね、召喚した72体の悪魔がいると。そのうちの一人ですね。騎士の格好をしてね、なんだっけな、愛を司るのかな？違ったっけな違うかも。まあね、そんな感じの敵ですよ、この方は。なんかでも、ちょっとオーディンに似てますよね。あの北欧神話のね。お、チャンス。いやでも話まだ続いてたんだ。これがね、ゴーストのボスね。そういうことね。ああ納得いきました。前回ほら出てきたね、あのゴーストがボスなのかと思ってたんでね、まあ今日出てきてくれて少しは理解できました少しね。
よかったです、謎が解けて。これ倒せば多分ね、あの男の子も解放されると、そういう感じですよね。さっきのね、もうね、エアリスのシーンがね、泣きそうだったんで僕涙腺弱いんですよ。もうダメでした ね、ちっちゃい子がね、あ、泣いてるシーンを見るだけでダメ、ストーリーと関係なくね。これエアリスさんはね、古代種の生き残りじゃないですか、初代ね。これあったらどうしようかな、ネタバレになっちゃうな難しいっすね、ネタバレしないで言うのがね。まああのヒントは古代種なんです、エアリスさんがね。それはもうバレてますよね、これね、話の中でね。だから古代種が何かっていうのがね、ちょっとあのネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、それが分かってるとちょっとね、話分かるかなと余計分かんなくなった。まあね、終わるまでじっくりやりましょう。お、これボスなのかな、今日のボス、これそんな感じ。じゃゆっくり見ます今頃じゃあね、あ、もうよし行きますかって言ったから、じゃあ頑張ってください。アホで落とすんじゃん、今なんか言ってましたよ、エアリス先生が、あ、違う、キラー先生かな、わかんないけど、どっちかが言ってたんで落としちゃいましょう。じゃあ頑張ってください、また後で。フォローは任せて、覚悟はいい、そんな
けには。やっ、来ないで。ラストチェン、この芯がないとね、あの子がどうなったのか分からないですからね。この世代はね、人が亡くなると星に帰る、それをねライフストリームって言うんですけど。着いた。
7番が一級であることは分かっている。神羅が脅しにくすることはない。ただしに地球から託され、繰り返す、神羅が脅しにくすることはない。ただしに地球から託され、アバランチだ。これ以上作りはさせん。そう、死んだめ。やばいっすね。追っかけましょう。アイテム見てからなんかいいんですか、それで。行きましょうね。これの方がね、本当にゴーストっぽいですよね。これ何なんだろう。これも僕覚えてないですよね。いたのかな、前も。あ、さっきの話しようかな。今ちょうど見ちゃった。あれ、こんな動きしたっけな。でね、さっきのね、ライフストリームの話ね。死んだら魂が、なるほど。これもじゃあそれのうちの一つなのかな、多分。で、古代種のエアリスにくっついて歩いてる感じなんじゃない、多分。違うのかな。なんかね、今まで見てると、なんかその物語の転機転機にね、なんていうのかな、ここもそうでしょ。今ほらプレートが落ちるか落ちないかの話ね、の時にも出てきてるし、前回もほら爆破作戦する時の出発の時に出てきてるし、そういうなんかね、ターニングポイントで出てきてる感じですよね。エアリス、行こう。うん、行こう。だからさっきのね、お化けさんは多分その運命を変えられたくないのかなっていう印象は受けますよね。大丈夫か、クラウドさん。大変っす。
シンナがこの柱を倒して。分かってる。行かなきゃ。上でバレットたちが。無理だ。ウェッジを頼む。俺は上へ行く。うん、俺も行くっす。俺だけ休むなんて。ビックスは俺をかばって。ウェッジ、上はクラウドに任せよ。私治療する。ビックス、ジェシー、バレット。ウェッジ、いいな。ティファの指示に従え。来たな、何でもや。あいつが来る前に掃除くらいしとかなくちゃ。はい、急いで行きましょう。ビックスさん助けないとね。まあね、休むのはしょうがないです。許可しましょう。結構ね、 FF はね、人が死ぬんでね、しょうがないですけどね。ストーリー上ね、ちょっと辛いですよね。いきますか。結構早く歩ける。まったく、どいつもこいつもしつこくてヘキヘキする。ああ、この被害もシャレにならない。敵がいるね。こちらにいたい。ガバッバランチか。新たに1名確認、応戦する。どけ。間に合うかな、エクスさんね。知ってますよ。大人だからその辺はね、知ってますよ。もちろん間に合うかなって、間に合ってくれればいいかなっていう願望ですよ。だからなるべく早く行ってあげてください。久しぶりに新羅兵見ましたね。でもね、後ろから殴るんだっけ。前向かれてますよ。後ろ回ったな。カウンター、魔法じゃなかったっけ。それ違う人、なんか覚えてないですね。お、今いけたかな。いけた。くるっと回っていけばいいとね。くるっと、はい、回ってないけど後ろ取れれば OK です。早く行きましょう。なんすか、階段かな。あ、なんか今あったような気が。気のせい。あった。いや、急いで行けって言うから、まあ、そうっすね。なるべく急いで。治療中だ、安心しろ。よかった、腹がクッションになった。喋るな。上が苦戦中だ。頼む、クラウド、言ってやってくれ。お、ビッグさん助けて。you
あんたはどうする？ここで戦うさ。あと100人倒してやる。普通の男をなめんなよ。そうだ、リーフハウスって孤児院がある。5番街のスラムな。クラウド、時々行って子供たち断る。自分でやれ。子供は苦手なんだろう。ああ、お前がまだガキ。じゃあな、クラウド。星の命任せた。よろしくお願いします。スカイゲーミングのエムトスカイでお送りしました。バイバイ。